通りですね。はい。あ、ナイスボール。これまっすぐです。素晴らしい。これ150キロですか？まだですね。これは綺麗に当たった。これ150ぐらい？はいはい。まだちょっと。23までしますけど。これはね、多分ね、3ヤードぐらいかな。まっすぐ、やや打振り。143の153ヤード。やっぱり一緒ですね。一緒ですね。もう一人飛ぶんじゃないかな、こっちの方が。うん、これ同じようなもんですね。そうですね、こっちの方がちょっと飛んでますね。147の159。180まで行きたいな。いや、トップ。まっすぐですね。トップでもまあ同じように飛びますね、これ。はい。距離ほとんど一緒です。一緒ですね。今は140の150です。弾道も一緒ですね。はい。まっすぐ。もうちょっと飛んでみますか。距離は一緒ですね。154ヤード。距離一緒ですか。はい。キャリー143。キャリー143。今良かったんじゃないですか。こっちの方がばらけない。はい。全然ばらけない。全然ばらけないこれ。はい。シャットもあるんだろうな。155、キャリーの144。はい、そういうことでですね、I230 打ってみました。それではですね、データを少し見てみましょう。はい、アイブレードと今回一緒に打っています。で、アイブレードは、私が使っているもので、7番で34度、シャフトアンモーダスの105の S。230はですね、7番のロフトが33度になってますね。で、シャフトはですね、105はなかったので、モーダスの115。で打っています。アイアンのですね、ボールデータの主要なものを見てみますと、まず仰角は 20.8 と 20.7 でもほぼ同じと。で、落下角度も同じで、高さも同じで、キャリーも1ヤード差、送飛距離も1ヤード差ということで、飛び方はほとんど一緒だということですね。ところがですね、まあ、これブレなんですけど、まあ、これここなんですけど、ここ、こう白が230で赤がアイブレードなんですけど、キャリーとかですね、トータルはほぼ一緒なんですけど、こう横のブレがですね、もう全然違いますね。標準偏差でいくともう8倍ぐらい差がありますね。ということでですね、まあ、230全然曲がらなかったっていうことですね。まあ、打ち方としてはですね、この横に曲げるっていうのを今回やってないんで、ちょっと低く打ったり、潰して打ったりっていうのはしてるんですけど、まあ、それにしてもですね、ばらつきが少なかったですね。はい、そして食感なんですけど、まずルックス構えやすさと、あとソールの形なんですけど、まあ、当たり前なんですけど、まあ、ルックスはですね、中空っぽいですね。で、ですね、まあ、最近のメントリーでよりスマートにっていうことで、210と比べると、少し小さく見えますね。で、ピンの説明によると、6番以下はですね、210とサイズは同じということなんですけど、並べると小さく見えますね。まあ、こちらはアイブレードと並べてるんですけど、まあ、ソールはこういう感じですね。これちょっとね、カメラの角度が悪くって、同じぐらいの幅になってますけど、バンスはこういう感じですね。で、ちなみにですね、まあ、これ430と比べてるんですけど、これがアイブレードで、これが230ですね。で、これが、G の425で、これが430なんですけど、まあ、アイブレードが1とするとですね、
230は 1.25 って感じですね。で、430は 1.5 って感じですね。で、バンスはね、相変わらずよく効いてますね。はい、次、ダカント音なんですけど、これはですね、210と比べると、まあ、210は私は持ってはないんですけど、まあ、何回か打ったことがありますので、思い出してみるとですね、まあ、210よりもさらにミュートが効いてますね。もうさらに静かで、さらに振動が抑えられていますね。まあでもね、ここまでね、ちょっと、消しちゃうとね、打感に好みが出るかなっていうぐらい、静かで、振動も少ないです。はい、次、優しさですけど、まあ、これ210とあまり変わってなくって、もう捕まり具合もですね、上がりやすさも、芯の広さも、もうすべてが適正で優しいですね。はい、次、飛距離感、初速なんですけど、まあ、これお見せした通りですね、アイブレードとあんまり変わらないと。で、アイブレードと210もあんまり変わらないので、結局あんまり変わらないということですね。はい、次、アウトゴルファーなんですけど、まあ、これも I210 と同じでですね、まあ、初級以上で、まあ、向上心のある方、競技派の方、もうすべてですね。でですね、まあ、I210 なんですけど、まあ、最近の名機と言われる210なんですけど、まあ、これちょっと語り出すとですね、まあ、3時間ぐらい喋っちゃうんで、まあ、すごく大雑把にまとめますと、もうアイアンのラストリゾートなんですね。もうこれ進めとけば間違いがないっていう、そういうモデルだったんですけど、まあ、ここのポジションを引き継いだ230は、あと3年後、2025年のラストリゾートになっているのかっていうことですね。はい、これはですね、去年からお見せしています、アイアンのポジションマップなんですけど、この I210 がですね、このマーケティングの重要なポジションのど真ん中にいるんだけれども、まあ、非常に強力なライバルに囲まれて大ピンチよという絵だったのですが、まあ、ここが230に置き換わるということなんですけど、まあ、飛距離という訴求ではですね、この、まあ、同じカテゴリーのライバルというかですね、まあ、ピンだったら525、790、T200 と、中空勢とはですね、距離で言うと 1.5 番手、下手すると2番手ぐらい差があるのですが、まあ、それを補ってですね、あまりある、魅力が I210 にあったわけですね。そしてそれを引き継いだ230がですね、3年後に I210 のようなポジションにいるのかどうか。はい、そういうことでですね、ちょっと210はですね、この語り出すとですね、時間が止めどなく過ぎてしまいますので、まあ、今日はこれぐらいでやめておきます。はい、そういうことでですね、本日の動画以上になります。次の動画でお会いしましょう。さようなら。